帰ってきたトラウマデッキ。どうも皆さん、リュウです。さあ本日なんですが、アマゾネスデッキ帰ってきちゃうんだな。皆さん、お知らせっていうか、リミットレギュレーションのね、内容を多分見ていただいた方多いと思うんですけども、このリミットレギュレーションの適用で、アマゾネスの吸収がですね、これリミット3になるんですよ。つまりですね、リミット3のカードを入れないデッキであれば、なんとですね、アマゾネスの吸収が3積みできるという、劇的にやばい。まあ今まだリミット打ちなんですけども、これ撮影日現在今3月の2日なんで、まだリミット打ちなんですけども、これ3積み、これできるんですよ、これできるんですよ、これ。このデッキ成立するんですよ。これ強すぎない？マジで。これやばいこと起きてるだと、思うんですけれども、これ効果ちょっと分かんない方あんまいないかもしれないけど、昔環境デッキだったので、もしかしたらその時期にねリンクスやってなかったっていう人もいるかもしれないので説明しておきます。一ターンに一度自分の、めっちゃ長いんだけど効果1,2,3あるから、一ターンに一度自分の相手のバトルフェーズに手札からアマゾネスモンスター特殊召喚して、アマゾネスのモンスターの、その特殊召喚したモンスターの打点が500上がると。まあ、だから例えばアマゾネスの剣士であれば、まあ、2000になって出てくるとか、バトルフェーズ中にねとか、王女であれば、1700になって出てきて、しかもこいつ特殊召喚に成功したら、デッキからアマゾネス魔法トラップも手札に加えられるんで、これで手札に加えることができる、これをっていう。で、2番、自分のアマゾネスモンスターが相手モンスターと戦闘を行ったダメージ計算後、その相手モンスターを除外する。これがバカ強いんだよね。これバカ強いの。まあ、呼吸トスとかも、まあ、今いないですけど、禁止なんで、ああいうモンスターとかも除外できるんですよね。はい。素晴らしいですよね。素晴らしい。で、今回その聖なる守護っていうね、ほんと、クソみたいなスキルにしてるんで、自分のターン中は自分への戦闘ダメージがゼロになるということで、聖なる守護で、相手のモンスターを一方的に除外するということが可能で、守備表示にしておけば、こっち、戦闘でも破壊されませんので、だからもうカナディアとか、土の人とかをガン積みして裏側にしてぶん殴るっていうね、そういうギミックです。で、この丸3番の効果も結構強くて、フィードのこのカードが破壊されて墓地を超えると、墓地のアマゾネスを特殊召喚できるということで、一回死んでしまった女王とか、まあコットラとかも出せると。で、ギミックは本当に異常なんですよね、マジで。アマゾネスって、でこいつでその吸収を持ってきて、で吸収でひたすら相手を除外していくっていうだけなんで、やってることは。あとはもうひたすらね、この辺のモンスターたちを出して、まあ、ちまちま、ライフを削り、ちまちま除外していくという。もうね、究極の害悪わらびみたいな感じなんで、僕このデッキ相手するのも、好きじゃないんですよね。これが、帰ってくると思うと、めちゃくちゃ憂鬱なんですよ。めちゃくちゃ憂鬱なんですけど、ただ、吸収はマジで強いんで、皆さんもですね、まあ、しっかりとね、アマゾネスの、なんだろうな、動き方は覚えていただきたいなというふうに思っております。まあ、コトラがやっぱりね、無限に墓地から蘇生したりとかできるんで、アマゾネス特殊召喚されると、こいつ墓地から出てこれるんですけど、これがやっぱ無限の、なんだろうな、弾にできるんで、まあ、これでぶん殴って相手のモンスター除外していくっていうね、まあ、そんな感じで動いていきたいなというふうに思っております。早速、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、デュエル、ユーマくんですね。よろしくお願いします。デュエル先輩、久しぶりですね。皆さん、ご無沙汰しております。ゲスタキゲスコです。ご無沙汰をしておりますあまりにもご無沙汰すぎるでしょう。ゲスタキゲスコっていうね、皆さん、キャラクターご存知ですか？デュエル3倍とかね、ライフコストゼロとか、もう劇的にヤバいスキルばっかり使っていて、ゲスすぎたんで、先方が。あと聖なる守護もあるしね、今回のデッキのように。この全デュエリストから嫌われていたと噂のゲス崎ゲスコというね、キャラクターがいるんですけども、彼女はですね、アマゾネスの吸収がリミット3になることによってまた帰ってきてくれるんじゃないかなと思ってまして、私は嬉しい限り。私の動画ね、昔から見ていただいている方であれば、ゲス崎ゲスコという名前にね、馴染みが結構深いんじゃないかなというふうに思っているんですが、このクソ女マジでまた帰ってくると思うと、ほんとイライラするわ。イラッと来るぜっつっていや本当にね、アマゾネスデッキ俺苦手なんだよね、戦うの。ほら僕ってプレイングないじゃないですか。だからワナビートとかの相手するの結構苦手なんですよね。局所的ハリケーン打って一発で分からせるみたいな、デッキだったらまだいいんですけど、強えな
すげえんだけどこいつやってること。まあでもあんまりモンスター効果とかそのなんだろうな、まあ例えばこれ多分ローチかなんか出てくるんじゃねえか、わかんないけど深淵かローチかかなんか出てくると思うんだけど、これあんまりね効かないんだよね俺のデッキって、あんまり効かなくて。さあ、ドロー、なるほどね。まあ、ボルトあるのか、ボルトあるんだったら吸収2枚セットしてもいいけど、まあでもさすがにこうか、うん、こうですね。でバトルフェッチ中に吸収の効果でアマゾナスの検証を出していきたいといったところ。さあどうする、サンクセ怖いだろ局所的ハリケーンでも一応ねアマゾナスの吸収からモンスター出してこれるんで、なんか耐久できるのはいいですね。局所的ハリケーンでも強いと、局所されてからボルトされると結構きついよね。守備表示はあ、なるほど、分断ケアか反問ケアか。じゃあこうしてで、そうですね、あーでもこれカナディア先に打った方がよかったかな、カナディア先に打ってから吸収で沸かした方がよかったかもしれない。まあいいや、クモツ、クモツは強いね。クモツ、まあでもワンドロースキップ、次のドローフェーズでモンスター引けばまだギリギリあるか。うん、これやっぱカナディア先が良かったかな、これちょっとミスりましたね、ちょっと若干ミスりましたけど、とりあえずカナディア先打ってこうして、ねこれ先カナディア打っとけば、ローチ戦闘で破壊できたと思うんで、ちょっとですね若干ミスりましたけども、でワナベイトもうねこういうことあるから、あーでも強いわ、それは強い、それはさすがに強い。アマゾネスプリンセス召喚してアマゾネスプリンセスの効果発動、アマゾネスプリンセスの効果によってアマゾネスの吸収を追ってくると、これがねアマゾネス界のエアーマンなんで、ね、でカードを置きましょう。バトルフェイズ入るで分殴って、ローチとか別にどっちでもいいから、ローチほっといてもいい気がするな。で聖なる守護なんで僕戦闘ダメージ受けませんので、アマゾネスプリンセスの効果そして、手札のアマゾネスの吸収をペッて捨てて、でこれなんかコトラでいい気がするな、女王でもいいんだけど、まあ、コトラでもいいんだこれ、コトラにしといて、コトラはねあの無限に蘇ってこれるんでね、アマゾネスが特召喚されればこれでいいんじゃないですかね。でデモンチェンが一番あるんで、まあ、なんとかなるかなっていう感じなんだけど、さあどうする、アマゾネスってさあのプレイング結構あるんで、あの実況するのも大変なんですよね実況するの大変なんでそれはそれでまた苦手なデッキの部類に入るっていう、だから脳筋で局所打って、もうほんとあの相手のデッキが多い局所打てるみたいな感じじゃないですか、局所打ってからなんかワンキルしてくるみたいなデッキだったら結構あの実況って割と楽なんですよ。なんでかっていうと挨拶してワンキルするだけなんで、やることがあんまりその選択肢がないっていうか、タクがないんで。でもね、ターン終了弱くない、だからこうね、アマゾネス、あー強えなー、余逸だな、それ余逸だわ、それはさすがに余逸で、バトルフェーズ入りますか、バトルフェーズ入ってで、コトラなんかあいつずっと守備表示なんてなんだろうね。でアマゾネスの吸収の効果でペッて除外してで、先にこ、ぶん殴ってる、な先にこっちかで、こっち使ってこうして、これはまだ足りないね、2500高っ、打点高っ、でこうして、まあこれでジョーかな、これでジョーですね、うん、まあちょっとジョーにするとジョーがいることによって、そのアマゾネスプリンセスが1200なんですけど、これあのサンドバッグになってしまうっていう事件があるんで、それだけ注意ですね、それだけは注意、あーそれは全然いいです。でドロー終わったな。ボルト、まあ、でも今さらボルト打たれてもそんなに痛くないんだよね、今さら感あるんだよね、別に何打たれてもそんな困んないけどね俺。ああそれなんだ、まあでもそれしかないか、バーン破壊される。でもさっきアマゾネスの吸収持ってきたの見てるはずなんですよね。いや頑張ってますねつくもゆうまくん、だがしかしまるで全然ほど遠いんだよねフォーさん来ねえかな早く、レベル4が3体来るとゆうま
なんだレベル4か3体開口流シャークドレイクか。なんだなんだなんだ、何が来るんだい。何が来てもデモンズチェーンで分からしてやるよな。さあランク4デッドリーシーン特殊召喚してきた。さあデッドリーシーンの効果を発動に絶望のデモンズチェーンをぶち込んでいく。デッドリーシーンの効果発動。さあデッドリーシーン、あでもデモンチェーン打たなくてもまあいいけど、まあ一応ですか。デモンズチェーン打たなくてももはやいいっていうレベル。デモンズチェーン強すぎる。積んだ相手、相手積んだ。地獄でしょってこれ、こんなの。いやーやっぱりね、このデッキ良くないですね。このデッキ良くないです。マジで鬱陶しい。相手すんの嫌だわこれ。これから憂鬱だわ。さあお相手の方シャークさん、よろしくお願いします。 UL3 倍シャークさんか。まあ、アマゾネスプリンセス召喚、プリンセスの効果発動。アマゾネスの吸収を持ってくれ。これな、横並び結構ね、あのコトラ強いと思うんですよ。コトラ2枚とかでもいいとは思います。まあただ何を優先するかっていう話で、モンスターを引けていないとやっぱ吸収で相手のモンスターを除外していけるいけないので、だからアマゾネスの吸収の要は弾になれるトラはめちゃくちゃ強いと思うんですよ、コトラの方。あ、そっちは裏返したらいいかな。まあ展開されるとちょっとめんどくさい気がするので、まあ裏返しちゃっていいか。重装兵、まあこれ清掃持ってるんだったら しょうがないけど OK。 まあ本当はちょっとその時見とかないといけないですけどね。さあセット、なるほど、セット OK です、セット OK です。で、もう一発プリンセスでいいのこれ。プリンセス地獄の展開力、地獄の展開力というかサーチ力か、地獄のサーチ力。もはや僕あのアマゾネスのあの意地とか入れてませんからね、もう私意地なんていうカード入れてません。もう吸収3積みです。さあとりあえずこれでぶん抜いていく。アマゾネスプリンセスの効果はまだ発動をしなくてもいいね。さあ発動せずに、アマゾネスの吸収の効果を発動。アマゾネスの吸収の効果によってお前のモンスターはゲームから除外されるぜ。絶望のアマゾネスの吸収で除外していく。そしてとりあえずこっちから殴るか。でプリンセスもういらないから、プリンセスはもうプリンセスでぶん投げていけばいいか。プリンセスでプリンセスぶん投げて、でまあ女王か、あデモンズチェーン、なるほど、はい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 、まあそれをせざるを得ないということですね。了解でございます。よろしいでしょう。デモンチェーン出したと思いましょう。でさらに俺はまだバトルフェーズは終わっていないぜ。アマゾネスの吸収の効果を発動。アマゾネスの聖戦士を特殊召喚。アマゾネスの聖戦士でダイエスアタック、ターンを終了していく。さあ残りライフは1600、あとは相手のモンスターを地道に処理して、どれかのダイレクトを決めれば俺は勝ちだ。さあどうする、2体処理できるのか。ディーバ強いだろ、いいだろ。まあでも言うてディーバ1枚だったらいいけど、これディーバ重装兵からの重装兵召喚で2枚重装兵を素材にしたあのインチキ深淵が来るとちょっとやばいですね。インチキ深淵はマジでやばいです。なんかねデュエルリンクス、ね、なレベル合ってないくせにさ、重装兵レベル2じゃないですか。レベル2のくせになんかランク4の下敷きになれるとかもうやばいですよ。言ってるのやばいんで、これサメの領域でもなんかそのうち修正される気がするけどね。あの次のあのリミットで、サメの領域とオノマトランスあたりは多分もう修正されるんじゃねえかなみたいな気するんですけど、どうでしょう。もう最近はね、もうあのスキルがリンクスのなんかあの特色なのに、そういう、まあ、スキルの特色みたいなのをなんか全部潰してくるのが、まあ、運営のやり方っていうか、まあ、僕は嫌いなんですけども、まあ、アンチのみではなくアンチコナミと言われてますので、私なのでめちゃくちゃ嫌いなんですけども、ああまあそれしかないか。まあでもそうだよね。まあでも持ってきてるから、まあそんなに痛くはないなって感じなんだけど、でバトルしたら、除外されるからバトルするのはちょっと NG でしょ。でもどっちにしても殴られるけどね。あれが狡猾だったらちょっとうざい。ドロー。その出撃はまあそこそこ強いな。カード1枚セット。守備表示か、こいつは。で、バトルフェーズ入って、
でこれでぶん殴って、で一回あの罠を吐かせたいですね。あー強いね、それは強いね、それは強い、シンプルにそれは強いわ。オッケーで吸収発動して、さあ俺のバトルフェーズはまだ終わっていないぜ。よかった効果スキルはしといて。なるほどな、それの効果を使って墓地から出てくることはできないようにするが、あんまりそれは関係ない、あんまりそれは意味がないぜ。さあ最強だぜ、強すぎるぜ。2300打点、2300で相手除外してくんだぜ、バカ強いじゃん。ただこれ言うて、あー強い、やばい、それはどうしよう。いやー、やっぱこの一番初動がねあるのがサメの領域。いやこれインチキだよ、これやってることインチキすぎるだろ、ふざけんな。なんで重装兵がさ深淵の下に潜り込んでるわけ、ありえないじゃん。 OCG 民聞いたらびっくりすんぞ。え、なんでさこの重装兵がさ深淵の下に入るんですかみたいな。え、それ強すぎないってなるでしょ。え、ちなみにどうやってやってんのって言ったら、あのいやスキルであのレベル操作してってはって言われるよね絶対。いやー、まあ、それがデュエルリンクスなんですけどね、これがデュエルリンクス。でもそのスキルもなんかなくなりそうみたいな話はある。さあ1枚セットしていく、バトルフェーズ入っていく。でもさこれさ意外と清掃とか入ってると結構あの吸収の効果受けないから意外と強いっていう話あるよ、ね、あそれなんだ。でもそれ蘇ってくるけどいい、蘇るんだよな。うん、まあでもプリンセスでサーチするカードないから、まあ聖戦士もこうだな。で、まあ、こうか、はい。でなんかでもスパイダーシャークだったからなんか割と耐えみたいなとこあるよね。深淵2枚目入ってないパターンかな。はい吸収どんだけ吸収するどんだけ吸収する。カード1枚セット。さあバトルフェイス最強級おい。さあどう、どんだそのスガードは。あ清掃、いやそれね手札に温存してた方がいいよ。今清掃温存されてたら多分負けてたかな。多分サメデッキは強いね普通に。さあお相手の方社長か、いただきに立つもの。あーなるほど、ビューフとかですかね。あーこれハンド強いね。まあ、一発サーチへといた方がいいか。エアーマン召喚ですかね、これは。エアーマン召喚して吸収持ってきて、吸収、まあ、吸収2枚セットするかどうかはちょっと悩みですけど、まあ、ピンピンだったらワンチャン伏せといた方がいいか。コズミックサイクロンとかめちゃくちゃ入ってるかもしれないんで、まあ、1枚抜かれてもいいように、まあ、ガン伏せがいたかなみたいなとこありますね、まあ、どうせプリンセスで、まあ、どかせたりするんで、まあ、なんとかなるかなっていう感じなんですが。さあさあ社長、月の書がうーわ強い。いやーまあでもそう表にするしかないか。表にしてで表にして表表きた。吸収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 。さあ局所的ハリケーンには、あ聖眼は、あ進化、あなるほど新聖眼、なるほどね新聖眼。やばいやばい。6000-1200は逃げて逃げてプリンセス逃げてプリンセスプリンセス逃げろ。うっす